この番組は現役のエンジニアが最新テクノロジーのトレンドを語る、聞くだけでちょっとギークになれる、そんな番組です、はい。今日のテーマはですね、Zoom、えー、トレーニングが流行りそうな理由という、えー、テーマでお話をさせていただきます。Zoom、えーまあ、ですね、えー、非常に、えー、コロナ騒ぎになってから、えー、使われることが多くなりました。であまりです、ね、こういった、あのー デジタルツールみたいなのを使うのが不得意な人という人でもですね、この Zoom は非常に使いやすいものになっているというのが一つの特徴になっているというふうに思います。今までも Skype とかですね、そういったものがありましたし、すごく新しい技術ではないんですね。 なんですが、なんでここまで今、非常に流行っているかというと、やっぱり理由としては、えっ、ー、と、URL 一つで、えー、使えるというところだと思います。うん、これは非常に大きいと思い,思います。えっ、ー、と、実際自分のアカウント取らないと使えないっていうサービスだと、えー、一気にね、敷居が上がってしまって、ちょっと、まあ、そういったこともめんどくさいと思う人もいますし、よくわからないから使いたくないっていう人もいる。まあそういった中で、この URL を送って、それをブラウザから、えー、ワンタップで、うん、えー、のー すぐに参加できるよっていうのであれば、えー、比較的簡単に皆さんすぐ、えーと、スッと使えるようになるというのが非常に大きいというふうに思います。で、あとはその z o o って、あのー、他の、えー、とビデオ通話より、えー、やっぱりすごく遅延が少ないというのが、えー、とても快適だというふうに思います。あのー、やっぱ Skype よりは全然いいかなと、あの個人的には思ってるんですけど、やっぱすごく本当遅延が少ないですよね。あの、グループ、 えと何十人って参加したものでも参加している会議とかでも全然、えー、と一人一人が本当にリアルタイムに、えー、とお話できるというのそこはすごい、えー、と技術だかなというふうにも言いますでそんな中まあズームを使った、えー、と会議はもちろんなんですけども、えー、と飲み会ズーム飲みとかって流行ってますよね、うんまあ、そういった使い方を、えー、していることが最近は非常に、えー、取り出されて 出てるんですけども、えー、と僕の中では、ズームを使ったトレーニングっていうのが、えー、なんか早いそうかなというふうに、えー、思ってます。というのもですね、えー、と僕の子供が、えー、とサッカーのチームに、えー、と入ってるんですけども、やっぱこう,こういったコロナ騒ぎでですね、えー、とできないず、えーと、集まってサッカーできないので、えー、とどうしてもですね、えーと、休まざるを得ないと。ただ、そうなった時に、えー、とまに、あ、チームによってはて、 なんですけども、やっぱあの上を目指すチームとかあると思うんですね。そういった中で、やっぱトレーニングをしないと、えー、みんなの実力が下がっていってしまうということで、えー、とできるだけトレーニングをやりたいということで、まあ、やっぱあの自主練、皆さんしてくださいねっていうふうに、えー、と通知はするんですけども、まあ、やっぱ子供なので、なかなか、えー、それだけで自分たちでやってくれないということで、えっ、ー、と、ズームを使ってですね、えー、チームみんなでトレーニングをするみたいなことをやってたんですね。で、えー、僕も、あの、その、まあ、 なるべくその親御さんが手伝ってくださいね、みたいな、えっ、ー、と、ズームを使うんで手伝ってくださいね、みたいな感じだったので、まあ僕は普段から、えっ、ー、と、こういったツールは使いこなしているので、えっ、ー、と、あこんなことやるんだと思って、えっ、ー、とですね、まあパソコンを使って、まあ子供に教えながらですね、えっ、ー、と、URL 入れて、えっ、ー、と、ミーティングルームを入れて、パスワードを入れればすぐつながるよということで、で、えー、やってみたんですね。で、実際ですね、えっ、ー、と、70人ぐらいかな、の、えっ、ー、と、子供がみんな、ズームに参加してですね、 一緒に、そのまあ、サッカーのリフィティングとかね、あまあ、ドリブルとかドリブル練習とかの他にもですね、えー、と縄跳びをしたりとか、えーと、あとなんかみんなでちょっと楽しく、えー、とミーティングしながら一人一人なんか意見言っていくとか、まあ、そういったこととかをやっていて、あの全然それでも成立するんだなというふうに思いました。えーとまあ、こういったことって、まあ、こんなことにならない限りは多分やろうとは思わなかったと思うんですけども、実際こういったデジタルツールを使うと、えー、とそういった トレーニング系のこともできてしまうとでこれはまあおそらくそのコロナが一時,期一時収まればまたとみんなで集まってやるとは思うんですけども、まあ、またこういった自粛みたいなのが出てきてしまうと,、えーとまあ、こういったことでやらざるを得ないということで、まあ、この辺はどんどんあのやり方もそうですけども、まあ、ツールの方もこういったことに対応していくんじゃないかなというふうに思います。で まあ、ズームを使ったトレーニングって言いますけども、まあ、トレーニング自体やっぱ今あのできてないですが、ね、大人もあのジムとかがやってなくてですねあのトレーニングができてなくてん、えーまあ、だろうあの苦しんでいる人っていうのも多いのかなというふうに思ってますやっぱね体を鍛えるとかですね、まあ、そういったことってその精神的にも非常にいいことなので、うん、これができなくなるっていうのがとても辛いのかなというふうに思ってますのでまあ やっぱ、えー、と楽しくそのトレーニングをするためにどうすればいいかっていうのはこれからのなんかサービスなんか出てくるのかなと思った時にですね、えー、まあそのズームを使ってそのリアルタイムで人と何かするっていうことってとっても楽しいじゃないですかやっぱりあの1人で自宅で筋トレとかしてても こうやってなかなかやっぱり続かないんですよね。あの、ジムに行ってる人に聞くんですよ。僕あの別に家であのやればいいんじゃないのと聞く,て聞くんですけども、えっと、それだとやっぱ楽しくないと。うん、絶対それだと続かないよって,ってあんな。ジムに行って、まあ、いろんな人と話しながらやるから楽しいんだよみたいな話を聞いてですね。なるほどと思ってですね。えっ、ー、と、まあ、今みたいにそのジムが行けない人とかもいるんですけども、まあ、えーまあ、そういった人たち向け オンラインを使って一緒にトレーニングするみたいなサービスって非常に絶対刺さるかなという風に思います。まあ、こういったズームを使って、えー、一緒に腕立て伏せするとか、まあ、そういったこともあるかなとは思っているんですがで、えー、さらに僕はこれ以上に、えーとまあ、もっと多くの人に刺さるかなという風に思う,思うようなあのサービスがあって一緒に、えー、とオンラインで 散歩をしたりとかですね、サイクリングをするっていうサービスがあった方が、なんか、えっ、ー、と、より多くの人に刺さるのかなというふうに思います。まあ、あんまりね、その、やっぱ、散歩とかサイクリングって、えー、なかなか、あの、多くの人とやるってことはなかなかないと思うんですよね。うん、あの、バイクとかって、そのバイク好きがすごい集まって、みんなで、あの、ツーリング行くみたいな話は聞くんですけども、なかなか散歩とか、あのーえー、サイクリングって、なかなかそういうのってないですよね。で、ただ、 それって結構俺楽しいのかなというふうに思ってて、あの、散歩をしながらですね、えっ、ー、と、まあ、雑談をしながら、で、さらに、まあ、もう、これができれば最高なんですけど、えー、景色を共有しながらとかね、うん、あ、ここってなんかこんな、えっ、ー、と、木が入ってたんだねとか、あ、ここの景色いいねとか、まあそういったことの景色を共有しながら雑談できたりとかすると、なんかいいのかなというふうに、楽しそうだなというふうに思いました。 えとあとサイクリングでもですよ、そうですよね。あのサイクリングなんてねあの、オンラインでなんかやりながらっていうのはなかなかないんですけども、まあ、そういったこと、うん、やっぱサイクリングとあの散歩ってあの、誰でもできますし、さらに、えー、とやっぱ楽しいんですよ。あの私もあの、僕もね、あのやっぱこの自粛になってからその散歩とかあのサイクリング行く。 ことが非常に大きくな多くなな多ったんですね、うん、そういった中で、えーと、やっぱでも1人だと何かちょっと寂しいんですよね。うん、僕も場合はちょっと子供と一緒に行って子供と一緒にしゃべるんでまだいいんですけど、やっぱり1人で、えー、住んでる、暮らしてる人とかですね、えーまあ、家族がいても、まあ、一緒に行こうよなんてあんまりささないと思うんですけどね。うん、そういった人 にとって、まあ、なんかオンラインで、えー、何か楽しくですね、雑談しながらとか、うん、そういったサービスがあると非常に、えーまあ、みんなハッピーになるのかなというに思いました。まあ、今回、ズームトレーニングっていうようなテーマなんですけども、まあ、別にズームじゃなくてもいいと思っていて、まあ、何かそういった、えー、トレーニング系に特化した、えー、リアルタイムに何か、えー、その自分たちの言葉 もそうですけれどもなんか存在感みたいなのを共有できるようなサービスっていうのがこれから流行っていきそうかなというふうに考えてます。まあこういったね、えっ、ー、と、今後流行りそうなものっていうのは、今はね、あのコロナ騒ぎで、えっ、ー、と、一気にですね、トレンドが変わってきていますので、こういった意味で、えー、まあビジネスチャンスなのかなというふうに思ってます。えーまあ、皆さんもです、ね、その コロナ騒ぎになってからですね、えー、とこういったものが欲しいなとか、まあ、そういった、こういったサービスがあった方が、えー、自分ハッピーだなというものが多分出てきているとは思うんですね。うん、そういったものが、えー、まあ、ビジネスチャンスになっているというところで、まあ、この辺を意識したサービス設計っていうのを、えー、僕も今後やっていきたいなというふうに思っています。はい、まあ、そなんな話ですね。と、うんえー、いうことで、今日はですね、Zoom、えーまあ、トレーニングが、えー、流行りそうな理由と、 というタイトルでお話をさせていただきました。また面白かったですね。聞いていただけると大変嬉しいです。はい、今日は以上になります。それでは。